昨日夜の阪神戦に敗れ単独最下位に転落した10分後のことでした。結果が全ての世界、監督が責任を取るのは当然。低迷するチーム浮上の切り札として起用されたものの、球団初の2年連続最下位に低迷した立浪監督。ファンの期待に応えることができないまま3年目も最下位に転落した昨日、退任を表明しました。2021年のオフに監督に就任。勝つ野球をする、そのためには妥協はしません。1年間本当に打てないということを言われましたけども、必ず何とかします。岡林選手や石川昂弥選手など若手選手を積極的に起用しましたが、課題の打線は就任後も低迷。今シーズンジャイアンツから中田翔選手を獲得したものの、故障もあり期待通りの活躍はできませんでした。ずっと同じような形で負けている試合が多いので、ファンの方も気合を入れろ気合を入れろと言われると非常に心が痛い。最後までしっかりと一つでも勝てるようにやっていきたい。一夜明けた今日、バンテリンドームでは、バンテリンドームではいつも通り練習が行われています。立浪監督の退任を選手の皆さんはどう感じているのでしょうか。退任されるのはいつ知ったんですか。ニュースで知りました。どう思いました。昨日の僕の試合が、はい、なんていうんですかね、多分決め手になったというか、まあ、そういう決断をした試合になったので、それに関してはすごく僕にとっても責任はありますし、まあ、本当にここまで僕を育ててくれたのは監督なので、もう少し僕自身も何かできたんじゃないかなっていう思いは、はい、ここ3年でありますね。立浪監督から教えてもらうことで一番印象深いことって何ですか。まあ、練習の時の態度だったりもそうですし、まあ、一軍でこう使おうとしてくれてたのも立浪監督で。かけてもらった言葉で一番覚えてるのは何ですか。はもう結果が出なくてもこうやり続けることが大事っていうのはすごい印象に残ってます。僕は首寸前だった、身ですし、まあ、そんな僕を本当にこうドラゴンズで拾っていただいて、まあ、監督に使っていただいて感謝しかない気持ちですし、まあ、本当にこう勝たせてあげられなくて本当に申し訳ないなっていう気持ちは本当にあります。また名古屋栄のグッズショップ前では、立浪監督の退任を惜しむ声も。立浪監督はね、選手時代から立派な成績を収めた人だから残念だよね。もうちょっと頑張ってほしかったよね。選手としてかなり好きだったので、監督としても好成績残すかなと思ってたんですけど、こういう成績で悲しいんですけども、もうちょっと続けてほしかったっていうのは本音ではありますね。だからちょっと寂しいです。ドラゴンズのレジェンド権藤博さんは、立浪監督の3年間について。この世界はね、結果が全てなんですよ、ね、采配云々よりね、結果が全てなの。悔しかったでしょうね、これだけ勝てなかったっていうのは。なんとかならなかったかとは思ったろうけど、なんともならなかったわけですよ。おやっと立浪かと思ったら、監督の味としては出なかったね。やっぱ新庄にはちょっと軽いけど面白いとかいうのあるじゃないですか、明るいね。立浪は真面目だけど表面に出て行くぞっていう覇気がやっぱり選手には出なかったと私は思います。立浪監督が最後に指揮を取るのが来月6日、バンテリンドームの DeNA 戦となります。